はい、皆さんこんにちは、真鍋美代です。前回に引き続きランニングパフォーマンスを上げるためのお話を鍋倉先生に伺っていきたいなと思います。今回は朝練習のまあやり方だったり、あと時間に応じた練習方法なども詳しくお伺いしたいなと思います。ぜひご覧ください。私も今いろいろとランナーさんとか見させていただく中で、やっぱり走る時間とかすごく悩んでいる方とかもいらっしゃると思うんですけど、やっぱおすすめは朝練習、朝走る、朝食を食べる前っていうのが一番おすすめですね。夕食を食べた後、一日の中で絶食時間が長いのが朝食前なので、体の中の糖が一番減ってる状態ですので、そこでトレーニングをやることによって、マラソンランナーに必要な脂質、脂肪を使ってエネルギー人間に使って運動するっていう状態が作れますので、まあ、古くから長距離ランナーっていうのは朝練習やってたと思いますが、可能であれば朝練習っていうのが一番おすすめですね。その中で、まあ、朝起きるのが辛いなっていう方だと、もう自然と夜走ってですね。はい、クロノタイプと言われる朝型の人と、夜型の人っていると思いますので、どんなに辛くても朝やれっていうことではやっぱりないので、そういう方は昼やろうが夜やろうがいいんじゃないかなっていうふうには思いますけども、まあ何度かやってると体内時計っていうのが朝方に少しシフトしてくるっていうことはあるので、まあ少しやってみるっていうことが必要かなと。もし夕方だけど朝練習と同じような効果を見たいっていう時に、まあ僕よくおすすめしてるのが、昼食抜いちゃえよと、ランチを抜くと、はい、そうすると朝食食べてランチを抜いて夕食前にやるというトレーニングなので、やっぱ絶食時間は長くなりますので、同じように糖が減った状態で走れますので、そこでも同じようにやっぱり脂肪をたくさん使えるような、うちの研究室の卒論でもそういうような実験やりましたので。なるほど、はい、ちょっと考え方を変えるというか。そうですね、昼休みにみんなとランチに行かずに何か仕事をしちゃって。なるほど、そういうトレーニングの仕方ですね。はい、まあでも辛いですからね。まあ夜やっぱり体が動いてるって思うので。体動きますね。動きますよね、はい、で朝同じペースで走るのと夜同じペースで走るのって結構きついですね。きつさが違ったりする中で、やっぱりそこで悩んでる方って多分いると思うんですね、朝だったらどれぐらいまでやってもいいんだろうかとか、練習ので中には今結構市民ランナーの方でも、もう朝からガンガンペースも上げてる方もいらっしゃいますし、そのあたりって一般的には僕は自分は結構朝方じゃないかなと思ってるんですが、でもやっぱり朝同じ、例えば1キロ4分のペースで走る、4分半のペースで走っても朝の方がきついじゃないですか、これは間違いないですよ ね、 そうですね。で、まあ、脂肪を使ってるしっていうようなことはあるんですけども、だから逆にその主観の運動強度に合わせて、例えば夕方1キロ4分のペースで走りたい、4分半のペースで走りたいと思ったら、朝はその時の体感ぐらいで走る、だから4分にこだわるよりも、はい、タイムではなく体に正直に、はい、が、いいのかなっていう気がしますね。なんかそれとあれですね、夏の暑さの中で練習した時と同じです、同じ、それが秋冬になった時に全然楽だって思える感覚と同じように、ね、同じですよね。なるほどなるほど、はい、でやっぱりアドバイスとしては、私もよく夏場も無理しなくていいよ、秋冬にはもっと楽に絶対走れるからっていうふうにお伝えするんですけど、それと同じですね。同じですね。一番大きい環境としては気温ですけれども、それによって運動相対的な運動強度っていうのは全然変わっちゃうので、夏のマラソンの記録が遅いのと同じなわけですので、1キロ10秒20秒全然違う、もっと違う感じしますよね。もう全然、でもあまりそこにとらわれずに、はい、タイムよりも主観的なものとか、なるほどなるほど、はい、なんかちょっと気持ち的に楽になる気がします、はい、でもし心拍数なんかを測る GPS 付きの機能の、時計を持ってれば、心拍を測っておくと、夏の練習と冬の練習で同じような主観的な感覚が同じような心拍数、速度は違うのに、だから心拍数を目安に走ると、例えば冬のレースで僕150拍がいいんだよねっていう人は、夏は150になるような速度で走れば、なるほど、
意外と目安になりますね。じゃあ心拍をある程度目安にしたり、主観的な感覚を目安にするといいと思いますね、うんうんうん、ランナーさんの中で二部練習をされてる方とかもいると思うんですけど、はいはいはい、そのあたりのメリハリのつけ方というか、まあ、効果も含めて。トップランナーなんかで二部練習するっていう方はやっぱりトレーニングの量、ボリュームを増やしたいっていうような、うん、効果もあると思いますので、2回目の練習の時に1回目の練習である程度糖が落ちてますので、うん、2部練習やることによってトータルの練習量が増えますので、うん、やっぱり脂質酸化量が増えるっていうことはあります。ただやりすぎて疲れちゃうっていうのはどうかなっていう気がしますよね。疲労度、なるほど、疲労度の方がちょっと心配だなというか、はいはい、そうですよね。ただやっぱりマラソンを目指す時にはまあ、2部練習にしろ1回にしろ同じだと思うんですけども、例えば毎日5キロ走る練習よりも1日おきに10キロ走る、あるいは朝と午後で5キロ5キロで1日10キロでもいいと思うんですけども、そっちの方がやっぱトレーニングの効果は出やすいっていうのがありますので、マラソンを目標にするときには毎日同じ距離を走るというよりはメリハリをつけると。でトップランナーの人毎日走ってるじゃないかって言うんですけど、トップランナーの人も毎日きつい練習、40キロ走やってるわけじゃないじゃないですか。そうですね、メリハリつけてますよね。メリハリつけてますよね、うんうん、市民ランナーの場合は休む日を軽い日っていうふうにしちゃえば、うんうん、例えば毎日10キロ走る人は15キロ走って次の日は5キロとかにするとかっていうやり方の方がマラソンには効果が出やすい。足し算引き算しながら、はい、はいはい、もう初心者の方だとかだと1週間に1回走ったら十分ですっていう方も多分中にいると思うんですけど、はいはいはい、そのあたりの間の空き方っていうのは、ね、はいはい、何にもやってない方は1週間に1回でもきついんですけど、僕がよく言うのは週に3回走ってくださいっていうんですね、うん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 、要するに1日おきなんですけども、で、まあ、週に1回でも少しは改善していきますけども、やっぱり負荷をかけて疲労してそれを回復するっていうリズムから考えると、回復したところで次のトレーニングしてあげたいじゃないですか、うんうん、そうすると1日おきか少なくとも週に2回ぐらいやらないと効果は出てこないような気がしてて、土日の1回と平日1回で2回は無ですよねっていう人もいるんですけども、まあ、最低じゃあ2回だけどももう1回はアクティブに過ごそうねみたいな感じで、回復に1週間かかるっていう人はいないので、逆に1週間回復かかるような運動をしちゃいけないわけでフルマラソンになっちゃうわけで、30分走って次の日はきついかもしれないけど、その次の日回復したところで次のトレーニングしてやるっていうのが一番効果を生みやすいので、最初は辛いと思うんですけど、生活の中に走るっていうことがなかった人がなんとか1週に2回ぐらいやる、で3回にしてみる、うん、で3回が4回5回6回って増やすよりは、週に3回を20分でいいからやって、それを30分にする、40分にするっていうのが時間で増やしていく、はいはいはい、いいのかなっていうふうに思いますね。いいですよね。でもそういう考えの方が定期的というか、で体もだんだん慣れてきて、はいはいはい、そしてなんかこう体もどんどん楽になっていって軽くなりますよね。そうですよね、はい、多分それはちょっとずつ皆さんも感じてくると思うので、はいはい、これから走りを始める方は特に体感してほしい、そうですね、箇所ですね、はい、それで辛いかったら騙されたと思って1ヶ月から2ヶ月間そういう生活をしてみたら絶対変わります。その変化を味わってほしいですね、はいはい、あと先生の研究で個人的にもそうなんですけど、ガチゆる走っていうのはすごく興味があって、はいはい、ランスマの、ね、リサーチもガチゆる走でタイムをどん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 上げていったんですけど、はい、最終的には、ね、サブフォームを達成してっていうことだったんですけど、はい、このガチゆる走って多分知らない方ももちろん中にはいらっしゃるかと思うんですけど、うん、どういったトレーニングでどういう効果があるのか、はい、はい、ありがとうございます。ガチゆる走のガチっていうのは全力の運動をするっていうことで、はい、ゆるっていうのはゆっくり走るっていう意味で、ウォーミングアップした後にもう1キロぐらいの短い距離の全力運動をしちゃうと、でその後ゆっくり走るっていうようなトレーニングをガチゆる走っていうふうに呼んでます。一番大きな効果はゆるを走ってる最中のエネルギー源として脂肪を使ってる量が同じペースで走ってるランニングの 20% ぐらい増えるんですね、うん、LSD で30キロも40キロも走れない人もいるし、うんうん、じゃあそういう人を短い時間で何をするかなって考えた時に、糖っていうのは
ちょっと減ると脂肪が使いやすくなる状態作れます。あるいは筋トレをした後に、ジョギングすると脂肪がたくさん使われるってことが分かってきてますので、いいんじゃないかなっていうことでガチウルソっていうのをやってみました。それってレベルも関係なくって感じですか？そうですね、どのレベルの方でもやれるんですけども、数ヶ月ぐらいは走り慣れた、要するに最初に全力走やりますので初心者の方にいきなりガチウルソやろうって言ってもやっぱりちょっと嫌になっちゃうのかなって気がするので、はい、授業なんかでは僕らは3ヶ月ぐらい進んだところでガチウルソを紹介するんですけど、まあ、ある程度週に 2,3 回走れるようになったら、じゃあ最初ウォーミングアップしてすぐガチで全力いくよってやらして、でその後30分ぐらい40分ぐらいゆっくりジョギングするんですけども、やっぱり最初は同じペースで走ってもきつく感じるんですけども、その時に脂肪がたくさん使われてますので、ガチの距離どれぐらいなのかなっていう、でこれはもうあんま長くなくていいです。長くて1キロ、それで本当に何だろう、サブ3とかトップランナーでの人で1キロかける2本ぐらいは紹介するんですけど、初心者の方なんか500でもいいし、200メートルのとか坂ダッシュを3本とかでもいいですし、もうそれは基本的にはダッシュってか、ダッシュですね、全力で、で3分ぐらい、トータルの運動時間として3分ぐらい、長い距離にしちゃう、例えば5キロにしたらどうだってなるとペース落ちちゃいますのでそうですよね、そうするとジョギングになっちゃいますのでそこはもう全力 でそれ以外に例えば筋力トレーニングでもいいですし、スクワットとか、から僕がよくやるのは自転車エルゴメーターで1分ガーッと漕いで、それを5本繰り返すとか、階段を6回分を3往復ぐらいするとか、糖を使うと、積極的にで乳酸を出すと、それによって脂肪を使いやすい状態が作れますので、ガチは全力走が無理な方とか、減量したいなっていう人のは逆に筋トレみたいなのをやった後にゆっくり走るっていうのがいいですね。じゃあ別にもう走るっていうことにこだわらずに、はい、筋トレプラスジョギングでも OK です。部分でもいいってことですね、はい、じゃあそれってガチウル走ではなくても通常の練習の時も同じ感じですか？例えば筋力トレーニングをしてから走った方がいいのか、走ってから筋力トレーニングをしたらいいのか、その真逆の考え方をした時に。そうですね、まあ、例えばペース走でちゃんとペースを測ってやりたいとか、ポイント練習ポイント練習でやりたいんだったら走るのを先にやった方がいいですね、そんなにそこのタイムやペースっていうのを重要視しないんであれば、筋トレやった後にジョギングやった方がいいと思いますね。であとやっぱり1キロぐらい全力で走るっていうことによって最大酸素摂取量なんかも高まり、期待できますので、市民ランナーの方はガチウル走自体をポイント練習って考えてもいいんじゃないかな。僕なんかは週に1回から2回ガチウル、自転車のガチウル走をやって、それ以外は普通のジョギングみたいな、今はそんな感じですかね。逆に私も今ちょっと妊娠中で走れていないので、出産後とかちょっとずつ始めたい時にはいいトレーニング方法を聞きました、はい、ぜひぜひ。はい、今回は、時間に応じた練習のトレーニング方法だったり、あと朝練習などもお伺いしたんですけれども、やっぱりこうメリハリをつけながらやりすぎないやり方っていうのもすごく大事なんだなって思ったんですけれども、そうですね、やっぱり続けられるっていうのは自分のライフスタイルとか家族だったり仕事だったりっていうのを犠牲にしてはいけないと思うので、やっぱり自分のライフスタイルに応じて工夫すればいいんじゃないかなと思いますし、朝練じゃないとダメだなんてことはないですので、いろいろ楽しみながら続けてほしいなと思いますね。産後また再開するにあたってガチウル走っていうのをちょっと取り入れたいなと思ったので、はい、やっぱり新しいものというか自分がまだやったことないトレーニングもどんどん入れていきたいなと思いますので、はい、今日は本当にありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。